はい、それでは、会見実施したいと思います。まずはご質問のある方から、挙手の上お願いいたします。ステファン哲也です。よろしくお願いします。折茂さんとのエピソードとか何かあればお二人ともお聞かせください。一番印象に残っているエピソードとか。そうですね、まあ、ここで喋れないことばっかりが折茂さんとは僕は特にオンコートというよりはオフコートでもすごくお世話になっていたので、まあ、食事に行く機会だったりとか、まあ、そういったところでもちろんバスケットの話もしますけど、それ以外の話なんかも本当に年は離れてはいるんですけど、本当に気さくにこう対応してくれて、本当に自分自身もいろんなアドバイスをもらえましたし、まあ、オンコートではやはり日本代表として2006年に世界選手権で、一緒にコートに立てたっていうのが自分にとっては一番の思い出です。僕は自分がプロをスタートした時トヨタだったんですけど、その時に折茂さんがトヨタにいてくれてチームメイトとして1年間やれたので、その1年間は非常に勉強になって、はい、いい経験をさせてもらいました。トム・ホーバスヘッドコーチ、後ほど途中から登壇しますので、まず2人の選手からいきたいと思います。じゃあ、比江島選手から試合後の感想というか、今日の試合のコメントをお願いします。はい。そうですね。まあ、折茂さんの引退試合に、まず呼んでいただいてというか、まあ、本当に皆さんの、その、なんですかね、レジェンドたちと同じコートに立てたのが、本当に自分としては本当にかけがえのない瞬間になりましたし、まあ、その自分の持ち味を少し立てて、まあ、お客さんにも少し喜んでいただけたならよかったなとは思いますけど、でもまあ本当に。森本さんが、まあ、やっぱり素晴らしいプレーをしてくれて、本当に、まあ、改めて偉大な選手だなって思いました。はい、以上です。そうですね、まあ、本当、今日こういうこの場に入れたことをすごく嬉しく思いますし、また、先輩方と 対戦することができて、こんなたくさんのお客さんの前で対戦することができて、本当に素晴らしい時間を過ごすことができました。まあ、ちょっと難しかったなっていうのは正直あって、お客さんは今日楽しんでくれたのかなって今でもちょっと自分に問いかけてるんですけど、まあ、お客さんが今日楽しんで会場を後にしてくれたのはすごい僕らにとっても、特に折茂さんにとって、素晴らしいことだと思います。そのために精一杯やったつもりではいるんですけど、はい、ちょっとあまりシーズンオフということで、はい、ダンク失敗したりとか、別の意味で目立っちゃって、折茂さんには申し訳なかったです。ダンクだよ、ダンク。トムさん、お願いします。いや、ありがとうございます。全然見えないんです。質問来るんですか。あ、コメントを。あ、コメントですか。はい、そのまま大丈夫です。大丈夫ですか。はい、お疲れ様です。まあ、こういう試合は、私はもう来る前に、なんかオールスターゲームっぽいかなと思ったんですけど、やっぱり、まあ、折茂のセレブレーションになって、なんかすごいかなと思った。だからもうちょうど30年前、折茂と一緒にチームメイトになりました。で7年間ぐらい一緒にプレーやって、折茂と今の折茂全然違う、なんかすごい大人になった感じで、本当はで彼はもうバスケットだけじゃなくて、もう心も出したな感じです。だから折茂いないんだったら多分北海道ラバンガはいないかもしれない。素晴らしい、本当にもう
折り物の友達に言うとすごいもうプライドあります。で今まあ忙しいところで今日休みの日ですけど明日戻ってまた練習始まるんですけどどうかなできるかなと思ったんですけどもう来て本当になんか嬉しいです。もう代表選手も集まっていろいろ話していいコミュニケーションになってなんか日本のバスケットのためになんか上がれるかなと思います。いいイベントになりました。他にご質問がある方いらっしゃいますでしょうか。中本の方です。お疲れ様です。まあ今日これだけ総総たるメンバーが集まるとなかなかないと思うので皆さんこうかなり楽しんでプレーされてたと思うんですけどコート内外で、まあ、俺も選手とでも他の選手とでもいいんですけどなんかこう会話した内容とかはたまたトラッシュトークなんかなんかそういったことがあれば教えてください。僕はもう昔話ばっかりです。その昨日も食事に行ったんですけどもう本当昔話ばっかりですね。その一緒に日本代表でプレーした時だったり、まあ、今日に関してはやっぱどうすればお客さんを喜んでくれるのかっていうのはやっぱり話し合いました。折茂さんがたくさんシュート打つ方がいいのかそれともなんかゲームをちょっと激しめにやってシーソーゲームにするのがいいのかちょっとこれ正解は分かんなかったんですけど、まあ、折茂さんがすごい楽しんでくれてたんで僕はすごい満足してます。ない人はちょっと間違いじゃないですけどちょっとでもまあしっかり楽しめたと思いますし、まあ、なんか田臥さんすごいいじられてたというかブレックスじゃそんなことありえないんでなんか柏木さんとか筆頭に川村さんとか、まあ、みんな田臥さんに対してすごいなんかいじってたんでそこはびっくりしました。まあ私は試合出れなかったけどトラッシュトークより比江島と田中がもう交代してください、交代してくださいばっかり言ったもん。そんなに言ってないですよ。もう田中がレジェンドチームもみんなもう後半もう疲れた、もうどうしようどうしようどうしようって思って、で若い選手がもう交代にして交代にして、分かんない。ファンはレジェンドだけが見たかったかもしれない。でもいや今日は私の時代の選手が結構行ったじゃないですか。もう久しぶり会ってすごい楽しかった。で、もう私の昔の友達と若い選手に試合するとなんかすごい面白かった。初めて見て、あうちはもう30点40点差が負けるかなと思ったんですけど頑張ってみんな本当に頑張っていろいろやってよかった、楽しかったです。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは241でした。